ジャイアンツの先発はエースの菅野。開幕投手としての連勝記録がかかります。まず立ち上がりショートフライ、三者凡退に切って取りました。そして1回の裏、カープの先発は遠藤、こちらも立ち上がり三者凡退に切って取ります。3回の表、堂林の当たりをこの坂本ファインプレー、菅野を援護します。そしてカープが菅野からのヒット、8番のこの大森です。ツーベースヒットでチャンスメイク。しかしここで田中康介、空振り三振です。チャンスでも無失点、得点を挙げることはできません。3回の裏、ランナー二塁一塁、松原が2点タイムリーツーベースヒット、巨人が先制します。しかし4回の表、ツーアウトランナー三塁一塁、長野、かつてのチームメイトの対決、第5号スリーランホームラン、広島が逆転に成功します。4回の裏、ツーアウトランナー満塁、遠藤対バッターボックスはピッチャー菅野、空振り三振、満塁のチャンスも同点なりません。5回の裏、さあ4番の岡本、ランナー三塁に置いてツーアウト、遠藤から第22号ツーランホームランで逆転に鮮やかに成功します。8回の表に場面は移ります。援護をもらった菅野、大森を空振り三振、菊池を見逃しの三振に来て取ります。しかし9回の表、交代したデラロサ、ワンアウトランナー一塁からバッターボックスは松山、三遊間破る同点のタイムリーヒット、この瞬間に菅野の勝利、勝ちが消えました。しかし執念のジャイアンツ、9回の裏、ツーアウトランナー一塁、牽制悪送球でダイソー若林が一気に三塁に行きます。そして決めたのは吉川でした。ライトへのサヨナラタイムリーヒット、歓喜の輪ができたこの東京ドーム、菅野も笑顔で駆け寄りました。見事なサヨナラ勝ちです。